はい、おはようございます。今日は4月19日の朝の保護猫です。はい、大吉くん、ちょっと見にくいね、猫の子。これが影になってね、こうちょっと斜めしかね、大吉くん結構ね、企業やってますね、ここで、まあ、降りたりもして寝てもしてるけど、結構ここにね、掃除跡はここに乗ってますね。これでママね、ワンチュやけど、うんこは結構してたんやけど、まだおしっこはね、出てないから、ちょっと絞ってんけど、もうちょこっと出ただけで、まあこれ昼、で、あの、薬昨日、僕、晩やってないんですよ。もう先生、ひょっとしたらくれてるかなとか、それ聞いてたらよかったんやけどね。今朝、結構ね、その、あの、きつめにしてもうてる、ね、きつめというか、体重に応た、ね、薬の量にしてもうて、まあこう、今日昼ね、ちょっとまた帰ってきて、確認して、まあ、それ で出てなかったら、また絞ってみて、やってみようかなと。ね、ママね。今一緒でも、結構ね、このね、普通の餌混ぜた方がよく食うんですよね。だから太ってるんかもわからないし、まあ運動不足もあると思いますけどね。だいぶ痩せすぎっすよね、このぐらいの体で。4キロ、今で4キロやからね。前の時3点何倍だかな。ちょっと太って、400ぐらい太ったよって、3.6 から400、4キロに太っただけかな。ほいで、まあこれね、はい、れいちゃん。ね、れいちゃん。れいちゃんも結構うんこも今日おしっこもしてたんでね、ちょっと様子見てね、向こうに入れようかなとね。ここ開いたら、あれ、何を言いたいか言ってね、とらきちとね、ママと一緒にしてみようかな思ってんですよ。とりあえずね、ここ仕切り取って、ここ仕切り取って、虎吉とママを一緒にしてみたろうかなと思ったり、モバちゃんとママを一緒にしてみようかなと思ったりね。なぜちょっと、ここのゲージ、仕切りを取ろうかなと思って、2つ。まあちょっとね、ゴールデンウィークまでに、その、この、こんなようにね、切り切っていこうかなと思って、ね、こういうふうに。息切できるようにね。あれじゃないないってよ。ここはトラック、あ、これもおばちゃんね、今飯食った後なんですよ、ね。いい顔して、なんか眠たそうに。はい、ブルーちゃん。ブルーちゃんね、もうちょっと引き物引いたところに寝てますね。この子は上に置いかんのか、いかんのかな、思ってね。じっとしてる子が、方が好きやからね。だから、まあ、餌とトイレとね、あるからね、なんとかできるからと。おい、何寝ていん？何寝てんの？え、何寝てんの？あ、もう、はい、サビちゃん。それで、カズちゃんね、カズちゃん、次ね、連れて行ったら、サビちゃんとカズちゃんと一緒に連れて行ったら、うちに。はい、ヒラリちゃん。ね、ヒラリちゃん。かわいいね。かわいいっすね。はい、この子、シャーコちゃん。シャコちゃん上に上がるようになったね。だいぶ慣れたと思いますよ。ね。で、このハッチ、ね。中、毛布入れてあって、昨日ここに、あの、落としとるからずっとここで置いてたけど、やっぱり中入れてたところに、ね、今日朝、下に落ちとったんですよ。それでね、この子らはね、あの、水、あれなんですよ、あの、このタイプでね、飲むけど、このシャコちゃんはね、多分、このタイプで飲んだこと見た、まだこのタイプつけたことないからね、とりあえず前の部屋からでこれ持ってきてんけど、このタイプね。こっちの方がみんな飲んでますね、やっぱり。まあなんでこれをここに置いたか言うと、あのね、翔子ちゃん、例の翔子ちゃんがね、水遊び好きな翔子ちゃんがいなくなったから、これを置けるようになったと思ってんよね。お、何や。お、どないしたんや。トラキどないしたんや。飯か。あ、こっちにとくわ。はい、それでこっちで、ね、はい、アメちゃんとここでとね、それでこの子ね、しょうこちゃん、ここにいてんですよ。まあこの子ももう慣れてると思います。あちこちなんかもう見るようになったけど、昨日はね、こんな端っこにおったけどね、このおったりしたけど、もうだいぶね、ただ水遊びせんかな思ってね、これは来てはないと思う。はい、まあおしっことかもね、ちゃんとうんこも今日も出てたからね、別に
なんか痛いとかの泣き声じゃないと思うんやけどね。何を言うてんかわからんけど。恋しなったかな、誰かが。ね。ね、翔子ちゃん。はい、よしよし。まだちょっとね、この子は慣れてないからね。はい。おまちゃん。はい。あ、スジちゃんと最近マイルドちゃんが仲いいね。スジちゃんは誰でもね、仲いいんかもからね。はい、マリンちゃん。はい、あ、マリンちゃん、マイルドちゃんね。はい。いっちゃん。あ、結構あの、レイちゃんの声に反応しとんね。トラキチ。結構レイちゃんとトラキチ合うかもからね。泣いてるから、ほら。はい。はい。北郎ちゃんがあそこね。はい、シャー君はここにおるみたいね。また、シャー君はここ。なんか肩目つぶっとんね。おい。ポポちゃん、ポポちゃん、ポポちゃん、寝てんね。まあ昨日嫁はんここから飲んでた時に、可愛い子女言うてここにポポちゃんおってね、ポポちゃんの存在そんな知らんかったみたいね。はい、そんなとこがしゃべってんかお前ね。あと誰がおったかなみたいな感じだけどね。あ、マイルドちゃんね。あ、マロンちゃん。翔子ちゃん何してんの、やんちゃなことして。ニックと結構ね、あ、置いとんね。ニックと結構愛想やね。マロンちゃんどこ行って。あ、マロンちゃんこっちだ。ここにおったね。はい、マロンちゃん。まあ、お腹大きい子は マンソンがおること多い言うからね。またこの子ももっぺん連れてってもかめんかなと思ったりね。まあもう行ってないと思うんやけどね。一回で退治できてないんかな。うん、また連れて行ってみますわ。はい、ニック、はい、フラーちゃん寝てるとこごめんね。リッちゃんと、まあ今日も暑くなりそうなんで、ちょっとね、あの温度が、温度を上げたかな、昨日。ベランがちょっと寒いでるから、27度にしたんですよ。また落として。21度ぐらいに。暖房20度ね。冷房じゃないです、まだ。今から暑くなるからね、寒くなった時のことで、はい。寒くなることはないけどね。どうしたんや、大吉。大吉。大吉。レイちゃんのこと気になってんやろ、お前。ちょっと目にまず出てんね。これ落ちんかな。レイちゃん、君が挑発するから引っかかっとるやないか。まあそれでね、今日あのゴールデンウィークのあの確認したんやけどね、やっぱり工事ちょっとね、ゴールデンウィーク中はちょっと無理かもわからないです。それから5月中旬から終わり言うからね、ね、一応ね、その子に最悪その子にはここやってもうてね、あのあれしようかな思って、他にも業者もちょっと聞いとこうかな思ってね、ここだけはどうしてもね、ゴールデンウィーク中にやってもらいたかったからね、この壁は。あればね、最悪ゴールデン、あの 5月中旬になるかもわからないですよ。なんせ大阪職人が足らん状態からね、全てほんま、去年の9月の台風やったかな、未だにまだほんまに瓦治ってないからね。これ今年もまた台風来たらどないなんかな思うけどね、瓦飛んで。それだけ職人がね、見てない状態から、もうこんな終わってますよ、ほんまに。みんな忙しいやってるからね、職人は。まあね、体っていうのは仕事やからね、なんぼ忙しいでもね、
限界ありますよね。ほんまにね、ほんまにここら家でも崩壊したらどないなんかな思うけどね、地震とか来て。はい、サビちゃん、サビちゃん俺できてんの珍しく。サビちゃんね、うん、たまに怒るときはね、この子でもな、あのロシアンちゃんおるときは大丈夫ないけどね。ロシアンちゃん横おるときは撫でても、ブルーちゃんね。まあこれね、シャーコちゃんがねここでね、なんとかいけてるからね。まあ さっきのね、翔子ちゃんはちょっと歯言うてるけど、まあニックに言うてるからね、ニックはあんなせんしね、うん、まあ大丈夫と思います。これね、また隠し撮りね、シャークのなんか僕が入った時逃げること多いから、シャークのとかこの辺のね、隠し撮り一遍してみようかなと思ったらね、あ、チャチャ忘れてましたね、チャチャあそこなんて言ってましたね。まあこんな感じかな。まあもう一回昼間ね、の時にここの子のチェックはしとかんとね、おしっこはまだやからね、うん、まあ薬の影響で出たらいいけどね、ね、まあそういうことです。はい、ありがとうございます。